ということで、ライズアップゴルフさんに来て3回目のレッスンが始まります。よろしくお願いします。ということで宇田目コーチに来ていただきました。お願いします。前回は、アプローチの練習をしたんですけど、結構自分でもこう打ちっぱなし友達と一緒に行って、はい、行ったんですよ。行きました。行って、はい、ちょっとそこの30ヤード先の旗をめがけて、はい、練習とかを結構したんですけど、はい、はい、でまあちょっと2回ぐらい行ったんですけど、はい、日によってちょっと最初の方ダメだったりとか、でもだんだんコツ掴んでいくと、はい、その方向飛んだりっていう感じにだんだんなってきました。お素晴らしい、素晴らしい、ありがとうございます。2回行ったんですか？そうですね、なんか結構周りの友達も僕がゴルフ始めたって言ったら、はいはいはい、なんか今度一緒に行こうとか結構誘ってくれる友達がいて、はい、それで2回ほど行ったんですけど、はい、なるほどなるほど。何回ぐらいだったんですか？あーでも1回あたり150ぐらいですね。そんな打ったんですか？すごい、はい、あ、でも全部アプローチではないんですけど、まあ、ちょっと強く打ったりもしたんですけど、はい、アプローチ練習半分ぐらいはなりました。じゃあ今日はですね、まあ、このアプローチの運動の話だけやったんですけど、やっぱりアプローチ、はい、これはやっぱもう一回、徹底して今日もまたやっていってもらいたいということと、はい、クラブの長さでいうと一番長いのは何？ドライバー違うんですね、はいはい、一番短いのは前回もやったサンドウェッジ、サンドウェッジ、はい、ということはクラブって一番上からドライバーからサンドまで考えると、はい、どんどんまあ上から見ると短くなる。そうですね、長さが。そうなんですよ、はい、で、今度逆にサンドから考えると長くなっていくんです、はい、ドライバーに向かって。そうですね。そうすると、まあアイアン短いクラブを操作するのは実は、はい、便利ですね。あー、短い方がいいです。向こうみたいなやっぱ電に近いじゃないですか。あー、そうですね。例えばドライバーの長さとアイアンの長さと全く違いますよね、はい、センスがある人ってやっぱりね、ドライバー持ってもサンド持っても、はい、長さを自分でイメージできるんですよ。どれぐらい離れたらいいか。そう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 、これすごい重要なんですよ。なるほど、僕あんまりないそれは全然いいんですけど、はい、でもやっぱりその長さを変えてしまうから当たらないんですよ。ああ、そうなんですね。ということは今日3度、まあ、やってもらうんですけど、アプローチ復習ですね、はい、でその後にサンドウェッジから上に上がっていくと長くなってくるんですけど、はい、アイアンをやっぱり練習していってほしいかな。アイアン練習で。そうですね、今日はそれをやります。はい、お願いします。よろしくお願いします。頑張ります。はい、素振りしてます。そうですね、もうちゃんと練習してるのが嬉しいな。あ、ちょっとせっかく習ったのに、そうですね、やんないとちょっともったいないです。もったいないですね、はい、はい、おっしゃる通り韓国練習が決まって2年と72時間でほぼ言われたことは忘れちゃいます。あ、はい、なるほど。おっめっちゃいいじゃないですか。いい感じ。はい、もう一回アドレスしてくださっていいですか。はい、上に上がっちゃったでしょ。あ、若干そうですね、ありましたね。あの角度がね、40度ぐらいで落ち着いてほしいんですよ。46度ぐらいになっているので。あ、そうですね。ということは、めっちゃ綺麗に入れたんですけど、はい、2人目だったでしょ。あ、だから距離足りなかったんですよ。そうですね、13ヤードなんで。ですよね、足りなかったですね。さっきで変わってませんから。おー、17ヤードできました。はい、はい、OK です、パスリティ、はい、はい、ね、ちょっと弱いですね。 OK です。30ヤードっていうのは少し言ったかもしれないですけど、はい、プールの幅ありますね。プール25メートル。そうですよね。ってことは27メーター以上あるってことを考えたら今のに届きます。アディクラナジでちょっと弱いです。弱かったですよね、はい、ってことですね。はい、もう一回いきましょう。もう一回いきましょうか。角度が少し上に上がりましたね。そうですね、ちょっと、はい、惜しかったです。今当て方はすごく良くなってます。めっちゃいい感じなんですよね。角度がさっき 47.4 度。あ、ちょっとちょっと高いですね。もう少し低いと今ので自分とってます。はい、うん、これでいいんですよ。一緒に投げたら手首って曲がるじゃないですか。はい、でこの手が打つとこれ打ってるし。ここで全部伸びちゃう。そうすると、ぴったりこの形で入ったんですよ。
はい、お見事。風邪ひくなりましたね。そうですね。届きました。あ、はい、どうです。ということです。はい、同じ技やってください。同じ打ち方をしていってください。はい。いや、全然悪くないんですよ。左の映像見てください。実は打つときにお顔見ててください。打つの早いんですよ。あ、インパクトのときに見てらっしゃるんです、はい、あ、もうないと思ったからシュッとこっち見ちゃったんで、あ、インパクトのときにもうヘッドが上に上がる状態なんで、はい、次見ましょう。はい、お見事。下向いてますよね、今。はい、グッドです。そうですね、これちょっと見てみて、今の全く違いますね。これ見てますよね。そうですね、はい、うい、じゃあいったか。あ、ちょっと弱いですね。もう一回いきましょうか。はい、お、ま、あ、いや、今のぐらいでいいです。今ぐらいで OK、うん、ちょっとトップ面ですけど十分です。よし、はい、スッて入ってきて、はい、押し回してください。うん、こっち向きじゃないんですよ。で、こう上げようって、こう上げるとボールって上に浮いちゃうんですよ。はい、これ本当は上からこういう形で叩きつけてるから、この動きは逆をしてほしい。まあ地面にビンタしてる感じかな。右手のひらがこっちに向こうとする動きを少し抑制してみましょう。はい、こちらで見ていただいて、はい、今の動きを普通にこのままアクセントって上げていただくと、ものすごい低くなる。そうですね。と真似するとこういう感じで打っちゃう。めっちゃ上がっちゃいましたね。そうですね。これをすくい上げようとする動きですね。はい、でボールね、やっぱり上がりすぎるんですよ。はい、90ヤードだったら実はこれぐらい届いちゃう。こんな低いボール見れるんですよ。ポロ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 、もうちょっと打った方がいいかもですね。今角度見てください。低いですよ。そうですね、うん、ってことはまず直したいところはバックスイングの時に盛り上がるんです。ここのところが股関節で止めるように、バックスイング入った時に体重を乗せていく動きをして股関節に、はい、ここの状態のポジションが入った時にこうなっちゃってるんですよ。すると今みたいな形になる。すくうような状態で下半身が止まっちゃう、はい、そうするとボールめっちゃ上がりますね。そうですね。ではどうぞ。はい、560でいいですよ。はい、 OK です。いや、上がったのね。これまだ、あ、これ何本ですね。これが、あ、そうですね。ただし当てるのは楽になりましたよ。そうですね、はい、一緒に動いちゃダメです。こっち、はい、トップに来る前に左に動いておかないと実は難しいんです、はい、めちゃ極端にやります。本来は膝と腰の位置、この位置は最初にアドレスした状態から本当に動かないでいいんですよね、はい、だから股関節をすぐひねり上げるような状態でトップが入ればいいんですけど、はい、上から動く人ってこうやって先に入っちゃうから、うん、本当は下半身が先に完成した後にクラブが押さない、はい、で、ちょっと極端にやるんですけど、ちょっと見てください。いきますね、まず、スイングで。で、これもう左に乗ってるんですよ。はい。右に体重を乗せたのを左に移動する。股関節の動き、めちゃくちゃ極端にやるんで見ててください。これ真似しなくていいですよ。はい。めっちゃ、これはやったら、たぶん、やらなくなるんで、はい、でわーっとやってるんで見てる。こういう感じですね。体重を乗せる。左に移動する。で、動きです。これを短い間隔でやってみて、ちょっとこっち見てみて、体を左に乗っていれば回していこうとするとクラブって後が増えてるんです。このままいくんです。で、手が伸びるっていうような動きです。やっぱり力むとこう来たらこうやってやっちゃいますよね。これがやっぱり綺麗だ。焦っちゃダメ。この左にスッと乗る動きをしてクラブ。そうすると綺麗に入る。そうすね。なるほど。
で、イメージはそういう感じですね。はい。はい、またよろしくお願いします。はい、ありがとうございます。お疲れ様です。失礼します。